えー、ユタボンについて、少年という賞味期限が切れ、親のコントロールから彼でも自我が見栄える年齢、クラファン問題でもごねってお金をくれない人は友達ではないなおと一般社会から、えっ、ー、と、感覚が乖離しています。今のユタボンを救い出す方法はないのでしょうか。でもなんか、あの、どっかの裁判かなんかの資料で、実は学校行ってるみたいなのを書いたらしいので、なので多分、あの、ビジネス不登校だと思うんですよね。 あの、不登校キャラで、なんかあの、稼ぐっていうのをやってるっていうことだと思うので、そういう意味であれば別にあの、本人ちゃんと学校に通ってるんだったら別にいいんじゃないかなと思うんですけど、ただなんかその、不登校の方がいいよね、みたいなことを言って、不登校の子供を増やすこと自体は悪いと思うので、なのでそれは良くないんじゃないかなと思いますけど、で、なんかその、クラウドファンディングで100万円ぐらい足りなかったんですけど、なんかあの、100万円をあの、寄付した社長さんがいるらしいんですよね。 で、賢いなぁと思うのは、なんかそれがどっかトースポかなんかのニュースになってて、今その100万円の寄付で、あのニュースにその,その人の名前と会社の名前が載るので、プロモーションとしては確かにありだから、あ、そういう意味では賢いなと思って見てました。はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。